で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長初耳です。いやかましい。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どうからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！登場会2万5000死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は登場会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや！そんなんで納得いくか？会長、三代目、会長